はい、皆様、動画閲覧ありがとうございました。今回は、ゴブリンラウ電動の方ですね。こちらに、GoPro Hero 10、こちらの最新、アクションカメラを搭載した、空撮のようなものをちょっとね、作ってみました。趣旨はね、空撮ではなくて、ヘリコプターに搭載して、その振動にどのくらい耐えられるか、手ブレ補正がどのくらい効くかという実験フライトになります。中を、見ていただいたと分かるんですが、かなりね、綺麗な映像が撮れたということでね、かなり自分としてもびっくりしております。ここまでね、耐震、防振、手ブレ補正の方がね、できるとは全く思ってもみませんでした。10年前ほどに、TRX600E ですね、初代、アラインの、大型電動機、こちらで、近くの、河川敷で、まあ当時フル HD 撮影もできない、ビデオカメラを搭載して、やったんですけど、まあそれの動画がまあまあ今となっちゃひでえもんっていうものがあります。それと比べるとね、なかなかこの10年ですごい進化をしたというのがね、今回の動画の趣旨になります。GoPro 10の方ですけどね、最近、発売したばっかりで、なかなか、入手しづらいのかな、そこまでねないとは思うんですけど、これはね結構公開ですね。他にもね、いろいろやってます。関連動画もね、上げてますんで、もしね GoPro 10の性能、どんなもんかと思ったら、そちらの方をご覧ください。はい、それでは本日の動画は以上になります。もしこの動画が良かったらグッドマークお願いします。それでは失礼します。